はい、皆さん食べながらですけど、ちょっとね、手をね、使わせてください。皆さんの手ですね。いいですか？この最初の歌は、日本のね、子供たち、小学生、ね、一番小学校の子供たちから、こう、みんなでできるので、ね、よく知ってほしいなっていう歌の一つ。どんぐりって、栗の木になってるのね、実ががあるの。どんぐり、どんぐり、コロコロ、みたいな。出ますか？やばいよね。じゃあね、それね、みんなでね、ちょっと一緒にね、動きだけ一緒にやってもらいたいんですが、グーで、グーで、はい、グーしてください。グーで、そしたらね、右手で持ってね、肩をね、やっと叩くの、肩にいてね、1,2,3,4,5,6,7,8でしょ。そしたら今度こっちもね、8やるの、ね、4,5で、今度8の半分、4つ、1,2,3で、今度こっちも4つで、また半分で2個、1,2,1,2また半分で1,2で、最後ね、ポンってやってグー、そしてね、この感じで歌に合わせて行ってほしい。8,8,4,4,2,2,1,1,4,5,6,7,8ね、じゃあどんぐりコロコロに合わせてやってください。いいですか？じゃあいきますよ。はい、みんなやるんだよ。なに、中国の、あ、中国、シージャって言ったらいいですか？いきますよ。はい、どんぐりころころ、どんぐりこ、はい、お池にはまってさ大変、土壌が出てきてこんにちは、坊ちゃん一緒に遊びましょう。はい、変わらないでしょ、ね、ちょっとね、肩がコリコリっていう時にね、ちょっとやってみてくださいね。じゃあアンコールってね、一人でも声があったらもう一回やってね、すごい怖いんでしょ。はい、そういうことで頑張ります。じゃあもう一回いきますよ。はい、3,4,どんぐりころころどんぐりこ、はい、お池にはまってさ、みんな一緒にやりますよ、きっと。あ、どんぐりころころと目丸くポコーンとみんなでやりますからね、みんな仲良しになれます。じゃあ次2つ目はね、これはね、日本の子供たちっていうよりみんながね歌う、とっても心をね、こう和ませる歌でね、ふるさとっていう、ふるさとってみんなもね、心がねいっぱいになるところですね。このふるさと一番だけ歌いますから、こういう歌覚えたいなって思ってくれたら、また交流の時間ができた時に一緒に歌えたらいいなと思います。じゃあ一番を歌いますからね、見てください。はい、よし、じゃあ、うさぎおいしかの
ここにね置いておきますから、ぜひね、本当についてますから、見てね、聞きながらとか聞きながらとかして覚えてください。どんぐりころころも載ってますよ、ぜひ覚えてくださいね。これはアンコールってないからな。いや、あ、知ってる人いたよ。おい、彼女知ってる、うさぎ星知ってるし、はい、あのね、はい、じゃあ、一緒にあなたも歌ったり、ふるさとでしょ、やっぱり、いろんなふるさとがあって、今、日本のふるさと、あ、前出てた、そしたらね、今度は、キムさんとか、それからパクさんとかね、たくさん朝鮮半島のね、ふるさとの人たちがいますね。で、ふるさとの歌でね、もう一つはね、故郷の春って、春夏秋冬ですよ。故郷の春っていうね、朝鮮の歌があるんですね。その歌をね、ある朝鮮の言葉で歌える人は朝鮮の歌い方、そしてね、日本語しかダメな人は日本の言葉で一緒に歌います。いいですか。じゃあ、故郷の春、故郷ってふるさとの歌ですね。はい、じゃあ、